開幕打撃嘘だろやべえなおめえ。どうも、キスケです。ということで、スーパーウーブが赤二凸になりました。はい、すごいね結構出ましたね。うん、でステータスはこんな感じになったと。体力230万、で打撃と射撃が23万23万ということで、まあ、だいぶ強くなったんじゃないかなと思います。前回使ったのが6凸だったんで、まあ合計3つ凸上がってるわけですよね。で赤二凸までが、まあ、ステータスの上昇幅が、だいぶ大きいということで、まあ、赤二凸まで折ったら、まあ、十分なのかなっていう感じはしますね。なので、まあ、今後ちょっと赤二凸まで折ってみようかなっていう人のなんか目安になったらなということで、スーパーウーブ赤二凸になったということで使っていこうと思います。まあ、合体戦士パーティーでやります。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。人造人間パーティーですね。手戦やっていきます。多分紫出てこないと思うんだよな。多分ね。まあでもどうしようかな。何色でいこう。あ、黄色いないのか。じゃあこれでいっか。はい、お願いします。いや、オールスターはねマジで凸上がりやすいわ。スパーキング1体確定やからさ、若干心の余裕があるよね。でプラスミッションで6凸までできるから、まあ凸追おうと思ってる人は、うん、ステップアップなんかより全然凸は追いやすいと思います。入る。このまま殴っちゃうか。はい、おい、変身して特殊アーツも使っちゃう。 OK。 あー、なるほど。いやー、美味しいぞこれビヤー、うまい。皮外れるんじゃない。まあできれば赤色を速攻で落としたいんだよな。ウーブ使いたいし。さて、はい、射撃入る。あ、使っていくか。早いな。早いですね。おい、オッケーオッケー。タックルいくか。入んのか。入るこれはちょっと無謀やったな。まあまあまあ、いっか。ライジングで良さそうやね。強っ。オッケー。結構射撃ダメージ入ったね。よし、さあこっからウーブ無双が始まるんじゃないか。ドロスカアップもついてるし、不死身もまだ剥がれてないし、なかなかやばいと思うよ。もう止まらんよウーブは。はい、おいしい。なんでや知らんけど入ったわ。じゃあドロスク2段階で殴っちゃおうかな。殴っちゃおうかな。オッケー。まだまだ終わらんよ。泥足2段階は伊達じゃないぞ。はい、これかっこよくない。すげえ好きなんけど。いい火力。オッケー。はい、かぶせ全部ミスってくれてんなありがたい。ナイス。
美味しい。よいしょー、くたばれ、強すぎ。さあマッチングしました。悪の系譜パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。青は出てくるでしょうね多分。で黄色も出てくると思うから、いやむずいな。いやウーブからいくか。ほんでこれでいっか。 OK、 お願いします。いやー残念。はい、おいしい。深追いしたね。オッケー、手札破棄して時間稼ぐか。はい、タコ、オッケー。これが強いんだよなマジで。めちゃくちゃ美味しい。回避読み俺苦手やからさ、そういう読み合いをなくしてくれるのマジ助かるわ。はい、ノロマ中距離でちょっと粘ってみる。はい、押したぞ。マジか、反応速度が全然あかんかったか。マジつれー。打つ、俺は全然いいね。はい、オッケー、暴れ。ありがたい。いや即回避ばっかか。どないしようか。一応ねフルパワーフリーザはあれなんだよな。オッケー、ナイス、これはオッケーやね。不死身があるんで。はい、ナイス。あー何やってんだマジで、ミスった。オッケー、いやこれ後スキあったっけ。な あったよな。俺さ使ってたのにさ、悪の系譜忘れちったよ。はい、急にラグくなったね。潔いな。あざっす。さあラス1。まあバニシング奪えたんで OK。ラグいよ。直当てしかなかったよな。おつ、残念だったね。あざした。さあマッチングしました。孫一族パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ出てくるキャラクターはわかるな。紫がいないですね。うん、黄色も出てこないでしょ。じゃあどうしよう、これでいっか。お願いします。いや高火力で一瞬で溶かされない限りはなんとかなりそうではあるけど、どうかな。どっからでもかかる。
開幕打撃嘘だろやべえなおめえ、その立ち回りすどうなってんだよマジで、えぐやばすぎだろマジでクソ笑うわマジで、開幕打撃圧はやばすぎ、クソワロタマジ。オッケー、はい、必殺圧でいこうか。あ、落ちひんかこれ、ナイス。いや落ちひんな、残念。ダーン、残念だ。はい、通常。いやー、オッケー、はい、ナイス。死んじゃうよ、死んじゃうよ、撃っちゃえ、本気を出すか。ちょっと開幕の破壊力がすごかったな危なっ、メインで見るか。あざっす。さあ、間違えた。オッケー、ライジングは不死身で受けちゃうよ、残念だったね。これ強いよな、合体戦士に不死身キャラいるって。はい、オッケーオッケー。いやダメか、はい、オッケー、有利属性になったぞ、これはでかい。でバカ野郎帰ってきて多分メインで見てくると思うんで、あ見てこない、よし、カウンター待ちなのバレバレだよ。はい、ミネルヴァ、はい、そうだよな、オッケー、ウーブやな、この泥足2段階を拝め、これが強いわけよ、ライジングの運ゲーにしないよ俺はこれ強いマジ。オッケー、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はスーパーウーブが赤に凸になったということで使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ安定感はもちろんやけど変わるよね。うん、で火力もめちゃくちゃ高いし、範囲特殊も優秀やし、マジで強いと思います。だから合体戦士の黄色枠ありなんじゃないですか。スーパーウーブはゴジータブルーよりなんか安定感は増す気しますね。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。